やく風邪が治ったよ。よかったな、今年は長引かなくて。せっかくいい季節になったのに、風邪気味だったらどこに行っても楽しくないし。今年はもう風邪ひかないようにしなくっちゃ。さ、2週間ぶりにガレージに着いたぞ。ピートの不思議なガレージ。こんばんは。マリンタワーって灯台だったんですか？そう、前はギネスブックにも載ってたんだよ。世界一高い灯台ってね。ね、新一さん知ってました？横浜のマリンタワーが灯台だったって。ああ、そうなんですか。なんだ、お前も知らなかったのか。ばっか、教えてやってくれ。横浜マリンタワー、1961年建設、高さ106メートル、灯台をモチーフとしたデザインになっており、頭頂部には灯台としての機能を持つ。しかし灯台機能は2008年7月28日をもって休止、9月1日に廃止される。すごい、新一さんもそう思いますよね。あ、うん、さすがぼっこさん。この程度のことで褒められてもね。新一さん、今度みんなで横浜行きません？横浜？いい季節になったしお出かけしたいんですよ。横浜行ってマリンタワー登ったり、中華街で美味しいもの食べたり。カオルくん、中華街、新一は中華街は NG だから。え、なんでですか？それは元子ちゃんに告白しようと思ってわざわざ下見に行ってから誘ったのに、結局告白できなかった暗い過去を思い出してしまうからだ。中華街に行くとね。そんなことがあったんですか。ごめんなさい博士、このテーブル古くなってたみたい。あ、超チタン合金製の天板に花が。あー、ぼっこさん、あー、行っちゃった。かなり怒ってますよ。あれは博士が変なこと言うから。俺が悪いんじゃないよ。新一にそういう過去があるからいけないんだろう。僕ですか？お前にあんな過去がなかったら言わないだろう。どうするんですか？よし、じゃあ新一、ぼっこをデートに誘え。なんでそうなるんですか？デートの話で怒ったんだ。だったらデートで挽回しろ。言ってることむちゃくちゃですよ。笹新一、便利カーに乗れ。どこ行くんですか？あ、そうか、それまだ決めてなかったな。あ、そっか、そうだ、東大に行こう。え、本郷の赤門ですか？違うよ、そっちの灯台じゃなくて海の灯台。灯台はな、船のための目印だけじゃないんだ。というと？ズバリドライブデートの目印。灯台のあるところに絶景ありだ。ああ、確かに眺めが良さそうなところにありますもんね。なんだ、ピートも行くか。じゃあカオル君、悪いけど留守番よろしくね。新一さん、ちゃんと下見してきてくださいね。シートベルトは締めたかな？はい、大丈夫です。ほんじゃ行くぞ、ヒヨイ。If you ever plan to motor west, travel my way, take the highway, that's the best.Get your kicks on Route 66. Get your kicks on Route 66. Fly with me down Route 66. 都内のカフェに到着だ。あれ？東大に行くんじゃないんですか？お前な、日本にいくつ灯台があると思ってるんだ。まずは情報を仕入れないとだ。灯台の情報ですか。まゆちゃん、 N 博士、お久しぶりです。新一、不動まゆちゃんだ。新一くん、はじめまして。まゆちゃんは大の灯台マニアで、灯台どうだいってフリーペーパーを出しているんだ。ああ、そんなのあるんですか。こいつね、今ちょっと灯台に興味があるみたいなんで、まゆちゃんのおすすめの灯台教えてもらえないかな。もちろんいいですよ。不動さん、
灯台って光を発してるじゃないですか、うん、光をついてる時がその灯台としての魅力なんですかね。私は灯台が起きてる時間だと思ってます。ついてる時はその寝てる状況、うん、あれでも光って海をこう照らすじゃないですか、うんうん、一周することもあるんですか、光が陸地の方も照らしたりっていうことも、うん、例えば岩礁に立ってたりとかすると、もう360度周りが海だから全体に光を見せなきゃいけないし、でもまあ陸に立っていて後ろが町とか民家がある場合は夜ずっと光ってると迷惑って感じる人もいるじゃない。その時は後ろを隠しちゃう、遮蔽板っていうので隠しちゃって、まあ、私たち灯台が好きな人たちはあんこの部分、暗い弧を描くの弧と書いてあんこの部分っていうんだけど、あああんこ側だよこっちみたいなそんなこともあるんですね。そう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 、灯台好きの方たちの中ではもう普通に使われる、うんうん、ダメだよあんこ側から写真撮ったら灯台の目見えないじゃんみたいな、あのレンズがね私たち灯台の瞳だと思ってるから、ちゃんと灯台のね瞳側から写したい。灯台のレンズは灯台の近くに行けば見えるんですか。ね、灯台によるよ。すごく背が高い灯台だったらちょっと下から見上げた時に見づらかったりとか、あとは太陽からそのレンズが影響を受けないようにブラインドを閉めちゃったりとかねしてる場合もあるんだ。そうするとちょっと見えづらかったりするんだけど、灯台の中に入れる灯台っていうのもあるんですか、うん、高いところから景色を見るっていうことなんですか。まあ見てもいいけど、私は景色じゃなくて灯台見たいけどね。あ、そこ灯台好きな人は灯台登って灯台を見るんですか。そうです、灯台登って景色側じゃなくて真後ろ見てレンズを見る、レンズってそんなに見て楽しいものなんですか、うん、あのね、美しいんだよこのレンズはね。1822年フランス人の物理学者であるオーギュスタン・ジャン・フレネル様が発明したなんて言うんですか。オーギュスタン・ジャン・フレネル、はい、フレネル様、そのフレネルっていうところを取って灯台のレンズはフレネルレンズっていうんだけど、名前がついてるんです、うん、このレンズはもう本当に世界を変えたと思う。そのレンズは灯台用のレンズ。そう、灯台用のレンズとして発明されたんだけど、今は舞台を照らす照明とかにもそれは応用されてるし、カメラのフラッシュとかにも応用されてるし、だからフレネルって聞いた時に、あ、知ってるっていう人は結構身近にいると思う。でも元は灯台用のレンズで、それによって世界の海運、海の運搬っていうのかな、盛んになって世界が近代化の道を進んだわけですよ。そんなに画期的なレンズだったんですね。そうです、それまでは石炭だったりとかロウとかを燃やして一生懸命それを遠くまで飛ばそうと反射鏡っていうのね、後ろにちょっと鏡みたいなものを置いて遠くまで飛べってやってたんだけど、船乗りの人からなんかよく見えないよってこんなんで危ないよって言われたの。そこでフレネルが一生懸命発明して、その発明する途中にはもうパリの凱旋門からどんだけ遠く飛ぶかとか一生懸命実験して距離がうん。その時はまだレンズの研磨技術っていうのがなかなかよくなかったから、その時に最もまあ優れた技術者だと思う人、まあ、メガネを作ってた人なの、その人に一生懸命作ってもらって試作品を重ねてレンズができた。そうしたらもうフランスの人がみんな驚いたわけ。こんな美しい、もう力強い光は見たことないみたいな感じで、そんなもう本当に遠くまで届くしっていう、うん、そうそう、レンズってメガネのレンズみたいな思い浮かべてるでしょ、はい、なんかガリベンがやってる分厚いレンズみたいなのねありますね。でもあれだったら灯台の中で回すの重いし、しかも灯台のレンズとか一番大きいやつなんて2メーター50ぐらいあるのね。レンズがですか。レンズがめちゃめちゃ大きいの。ものすごい大きいんですね、うんうん、まん丸なんですかね。それもまた形も、形もいろいろあるんだけどね。そうすると重たいものを作れないじゃない、ガラスがたくさんいるから、うん、なのでこのフレネルは薄くてもいいようにって言って同心円状にプリズムを配置させてギザギザした階段状のレンズを発明した。これがフレネルレンズのフレネルたるやところなんだけど、段差がついてるっていう。そうそうそう、だからねこれはもう本当にね宝石のカッティングと同じ機能美なのに、そこに光がもう溢れ出して美しいっていうね。お、溢れ出すって言ったらおかしい、本当は反射と屈折っていうのを利用して光を束にして、あの当たり前ですけど、うん、このレンズの後ろ側で光を出してそれをレンズを通すことによってすごい遠くまで届くようになってるんですよ。そうですそうです。
今例えば日本にある灯台のレンズっていうのは、大体そのフレネルさんが作ったレンズを使ってるところが多いんですか？そう、フレネルレンズって言って、まあ、フレネルさんが一人作ってるわけではないからそうそう、フレネルの原理を持って世界中のいろんなメーカーが作って、フランスのメーカーもあるし、イギリスのメーカーもあるし、日本でもね、一生懸命昔の職人さんが頑張って作ったものがあって、日本のメーカーのものがあります。例えばそれだけ大きいレンズの光を放ってる時っていうのは、そばで見れるもんなんですか？眩しすぎたりとかってすることってあるんですか？大丈夫、真正面に立てることってほとんどないから、常に下から見上げてるような状態なので。そっか、下から灯台の上の方にあるレンズも見上げて見るっていう、そう、そか、目の前にあってそれをそばで触ったりするってことではないわけですね。そうですね、基本的には。でも室戸崎灯台は結構近くにね、ほぼ灯台のレンズと同じ高さになれるようなよく見えるスポットがあるから、あそこは本当になんか灯台の光を浴びれて気持ちいい。でも確かにその光が実際出てる、でレンズを通してこう放たれてる、そのものを見れたらなんかちょっといいですね。うん、見てくださいなんか昼間のそのレンズだけを見るのはなんかわかんないですけど、光がそこ通ってるいや昼間もかっこいい。昼間は太陽の光を反射することがあって、プリズムがなんかキラッと光ったりするんだよね。でまた夜はね、自分が光を放っちゃってるから細かい部分って見づらいんだけど、昼はプリズムの形とかよく見えることがある。望遠レンズとかでね、ファインダー越しではあったりするんだけど、昼間もいいです。おすすめはやっぱりその光をまずは放ってる時ですか？間違いなく。例えば車でこう、ドライブがてら行ける灯台で、おすすめの灯台ってありますか？千葉県の犬吠埼灯台とか。犬吠埼灯台、ここはとっても綺麗な真っ白な白亜の灯台がいますし、レンズも大きいしかっこいいし、あとは無敵って言って、昔はね、霧が出て光が届かない時は音で知らせてたの。もう今みたいな声よ、ほーっていう、それが大音量だったんだけど、その無敵っていうのもねあって、今犬吠埼はその無敵を出すラッパっていうか、屋根に大きなラッパがついてるんだけど、無敵車っていうのは、それもちゃんと残ってるのね。だからご家族で行って、あ、昔はこんなのもあったんだなっていうのもすごく勉強になると思う。だから犬吠埼灯台はおすすめですね。中に入れる灯台ですよね。中に入れる灯台、中に入って登ると、それこそレンズも結構そばで見れるんですか？レンズの場所はまた違ってくる。そう、登れる部分はバルコニーっていう、回廊って言って外に出れる部分なんだけど、レンズはちょっとその上にあるから真横ですごく見れるかっていうと、そうではないんだけどね。でも犬吠埼の敷地内には資料館があって、そこにもう第一等の大きなレンズがあるんだ。これがすごいかっこいいそれが飾ってあるんですか？飾ってあるぜひ行ってほしい。はい、それはそばで見れる、見れます。それはやっぱり見ると楽しいんですか？結構いろいろ超楽しいあとはね、そういう大きな灯台だけじゃなくって、港で頑張っている灯台も私はすごく素敵だなと思っていて、例えば横浜もドライブ行くの私大好きなんだけど、横浜港にはね、現存最古の防波堤灯台が残っていたりするんですよ。最古？赤レンガ倉庫とかから海を見ると、八角形をした赤い灯台があるの。地元の人は赤灯台なんて言って、キーホルダーみたいなお土産になってたりようなするんだけど、そのね、横浜で船に乗ってそういう防波堤灯台を見るクルーズとかがね、たまにあるから、船から降りることはできないんだけど、船の中からたくさんの防波堤灯台を見たりとかね。でもその中にはさっき言ったような明治期からある古い灯台があったりするので、すごく面白いし、ロマンチックだし。もう真っ赤なんですね。真っ赤ですね。それは白いのもあるしね、いっぱいあるんだ横浜港は。あ、そうか、灯台がいっぱいあるんですね。それ船に乗らなくても見れるってことですか？遠くからは見えるけど、船に乗ると近くから見れる。あとなんだっけ、釣りするところがあるんだよね。本木ふ頭とか、ふ頭に行くと結構近くから見れる。はあ。I'm gonna take my road, make my road. I'm gonna walk on by all night long. I'm looking for a home. I'm gonna march till down on and on. Walk, walk high.Walk, walk by, suddenly I walk, walk high.
不思議なガレージ。よし、次は東大ドライブデートには欠かせない東大の歴史を見に行くぞ。全然欠かしてもいい気がしますけど。うるさいな。行くぞ、時空を超える旅へ。ヒアウィーカー。紀元前3世紀のエジプトアレクサンドリアに到着だ。すごい昔まで来ましたね。ほら、どんな時代のどんな言語もわかる都合のいい装置だ。はい、つけました。では降りよう。まずはあれを見ろ。わ、何ですかあのでかい塔は。パロス島の大灯台を知らないとはどこの田舎者だ。ああ、日本から来ました。ああ、はるか東の突国から参りました。ああ、ならば知らぬのも当然か。あれが世界七不思議の一つ、アレクサンドリアの大灯台だ。灯台なんですかあれ。それにしても高いですね。134メートルある。ああ、横浜のマリンタワーよりも高いじゃないですか。なんだそのマリンタワーというのは。ああ、ほら新一、塔の上を見てみろ。え、あ、なんか光ってますね。あの上には鏡がある。鏡に太陽の光を反射させているんだ。へえ、考えてますね。夜はあそこで石油を燃やす。すると炎が鏡に反射してより遠くまで光が届く。そうなんですか。よし、じゃあそろそろ次の場所へ行ってみよう。エジプトにあんなに高い塔があったんですね。全然知りませんでした。ま、14世紀の地震で壊れちゃうからな。21世紀の人間があれを見られるというのは俺様様だぞ。うん、新一、感謝しろよ。じゃあ今度は日本に行くか。 Here we go。839年の九州沿岸部に到着だ。ってことは平安時代ですね。そうだ。そこの二人、何サボっているんだ。ほら早くこれを運べ。何ですかこの木の束は。上に持っていけばわかる。ほら隣のお前もだ。
ああ、わかりました。よし、行くぞ。いや、ちょっと待ってくださいよ。こんな夜の山道、明かりもなしで歩くのは、あれ、なんか明るい。薪を持って参りました。よし、そこに置いておけ。何なんですか、こんな山の上で焚き火なんてして。命令だ。焚き火をしろって？塔から帰ってくる船がチリジリになってしまったんだ。それって遣唐使ですか？そうだ。それで陸のある場所が分かるよう山の峰で火を焚くように命令が出たんだ。この火は船のための目印なんですね。あ、ということは、そうだ、これが記録に残る日本最古の灯台だ。かがり火を焚いただけだと思うかもしれないがな、役割としては灯台と同じだ。こんな昔から船の目印に明かりを使っていたんですね。まあこんな昔って言ってもアレクサンドリアの大灯台はこれより1000年以上も前だがな。ああ、そうか。日本に建築物としての灯台ができるのはここからさらに300年ぐらい後の話だ。そして江戸時代に入り海運が盛んになると日本式の灯台が至る所にできるようになる。江戸時代になってからなんですね。では今度はそんな江戸時代の灯台を見に行くぞ。 Here we go!時は1810年の兵庫県西宮市に到着だ。ま、明治維新まであと60年弱ってとこかな。いやー、気持ちいいですね。あれ、突端に何か建物がありますね。もしかしてあれって。ああ、ごめんごめん、大丈夫？何よそ見してんだい。危うく油こぼすとこだったじゃないかい。ああ、ごめんごめん。旦那さんに大目玉食らうとこだったよ。あ、急がなくちゃ。新一、追いかけよう。え、あ、はい。よかった、日暮れに間に合った。デッチさんが毎晩この灯籠に油をやってるんだ。そうだよ、これがあたいの大事な仕事だよ。灯籠って言うんだこれ。あたいとこの旦那さんのおさべ様がこしらえたんだ。この今津の港には酒を積んだ船や木綿や干し皮を積んだ船がたくさん来るからね。日が暮れると危ないだろうって旦那さんが建てたんだよ。さっきの灯籠、今津灯台はな、21世紀でも西宮に行くとあるぞ。そうなんですか。ま、あるのは1858年に再建されたものだけどな。それでも海上保安庁に正式に承認されている日本最古の灯台だ。そんな古いものが残ってるんですね。まあ本当はこの後日本最初の洋式灯台、明治2年にできた観音崎灯台を見に行く予定だったかな。まあ今日はこれぐらいにしておくか。さあ現代に戻るぞ。ピートの不思議なガレージ。東京は調布市、とあるお宅に到着だ。また灯台じゃないんですね。ああ、お母さん、お忙しいところすいません。写真家の岡克美さんだ。テル博士、いらっしゃいませ。岡さんはな、ライフワークで日本の灯台の写真を撮り続けていて、日本灯台機構という本も出されているんだ。今までに何箇所ぐらい行ったんですか？はっきりとした数は分からないんですけど、1500以上は見てきてるんじゃないんですかね。岡さんにはぜひ眺めが最高という灯台を教えてほしいんですが。分かりました。岡さんのこの本の中に、はい、灯台のところに、例えばこの姫崎灯台もそうですけど、うん、A ランク保存灯台とか、はい、世界灯台100選、日本の灯台50選、はい、これは
この A ランクの灯台ってもともと文化庁ってところがですね決めてですね、明治に生まれて今も現存している灯台っていうのが3、4年ぐらい前に66あったんですね。それを2つなくなってですね今64あるんです、はい、でその64基灯台って何基って数えるんですか、元1基2基ってピラミッドと同じ数え方なんです。分かりやすい、分かりにくいか、ピラミッドも1基2基って数えるんですけど灯台も1基2基って数えるんです。1棟2棟じゃないですよ、ね、1基2基なんですよ。でですね64残ってるんですよ。その64をですね A ランク B ランク C ランク D ランクって分けたんですね。でその中の23を A ランクって決めたんですよ。それは何をもって A ランクになるんですか。灯台の主目的として航路標識の目的もあるし、文化財として保護していこうっていう、後世に残そうっていうものが A ランク、 A ランク B ランク C ランク D ランクっていうふうに分かれていってるんですね、はい、明治期の灯台ですね。でも今大正の灯台ももう随分古くなっていたから、大正の灯台もちゃんとやらなきゃいけないと個人的に試験では思ってるんですけどね。やっぱりその頃の灯台をその形のまま残していこうっていうことでそのランク付けを、ランク付けをしてるらしいです。例えば D ランクになってくると壊されたりしますよね。明治の灯台壊してしまうと更地にしたら何にもないじゃないですか。下関市っていうところなんですけれど、はい、市の予算がないからといって潰した灯台とかあるんですね。もう今は使われてない灯台になる。いや使ってるんだけども、今 GPS とかできたんでそんなにも必要はないだろうっていう、でレンズとかで商用電源とか使ってやってるとメンテナンスも大変じゃないですか。今だから灯台もだんだん LED に変わってきてるじゃないですか、ね、照明自体が、照明自体が、まあ、安くていいんでしょうけど、僕ら灯台好きとしては味気ないですよね。なんかこうあったかいこう光がこう回ってる方がやっぱりちょっと違います、ね、ちょっと違いますね。 A ランクの灯台は、はい、例えば見に行ったり写真を撮る時も、はい、形としてその綺麗に残ってたりとか、結構綺麗に残ってるし観光地になってるところが多いですね。じゃあ行くとしたら A ランクのまず灯台の方がおすすめといえばおすすめになるんですか。おすすめと、あと三冠灯台といって登れる灯台があるんですよ。200円お金を払う、それは入場料ではなくて三冠給付金200円払うと上まで登れるという灯台の中、はい、あと灯台の資料館がついているので灯台の歴史とかを学べる。登れる灯台は少ないんですよね。全国に15あるんですけど、今秋田の入道崎の灯台から沖縄の宮古島の辺名崎灯台っていうふうに、そこ日本全国灯台ってあるわけですもんね。当たり前ですけど、はい、いろんなところにあるわけですよね、はい、ちなみに世界100選っていうのは、はい、世界でこう100選あって日本に5基ある。それは三小本島灯台といってちょうど伊豆の伊良崎の沖合にあるんですけど、岩礁みたいな島にある灯台、灯台、はい、それが一つ。あと千葉の銚子にある犬坊崎の灯台が一つ、それと佐渡島にある両津港に船が入る時にある姫崎の灯台っていうのが一つ。姫崎灯台、はい、それとあと三保の関灯台っていうのはこれです。三保の関灯台、三保の関、ゲゲゲの鬼太郎の境港の近所にある三保の関、この関、はい、何県になるんですか。これ島根県です。島根県、はい、島根県に2つあるんです。もう一つは出雲の日の岬って言って、出雲の日の岬灯台、灯台これで5つある。千葉にある犬坊崎灯台、静岡にある、新潟にある、島根県に2つある、あるってことなんですね、はい、お母さんが、はい、日本全国、はい、いろんなところに灯台の写真撮りに行かれている中で、はいはい、眺めがいいようなおすすめの灯台とかってありますか。房総半島の南のところに須崎灯台っていうのがあるんです。千葉県の南房総の方、須崎灯台、はい、ここ最近はですね恋人たちの観光スポットとして力を入れましてですね、早朝にそこから富士山を見るといいことがあると言ってなんか書いてあります看板に。あ、富士山が見えるんですか。見えます。あ、でもそれはなんかいいですね。いいです、富士山と灯台って、はい、感動します。うーん、他にもおすすめの場所ってありますか。いくらでもありますよ北海道行きますか。東仏岬、湯が沸騰する東仏岬灯台、東仏なんですか、ね、はい、東仏岬灯台、灯台、はい、場所はどこになるんですか。だから霧多布岬なんですけど、その霧多布岬の突端が東仏岬っていうらしいんですね、うん、北海道の地名ってアイヌ語が結構多いんで、うん、花水木っていう映画に出てくるんですけれど、この灯台が、はい、この灯台が出てくるんですけど、うん、で霧多布だから霧がよく張るんですね。霧が多いって書いて霧多布っていう感じ、はい、形になってるんですけれど、うん、霧があってこう幻想的な風景が見れるんで、結構で車で行って駐車場も結構広いし、カップルで行くにはぜひおすすめの灯台です。
花水木っていう映画の中でも、うん、なんかそういうシーンだった。そういうシーン、ここの上でこう生田斗真さんと新垣結衣さんのキスシーンっていうのがここでありますし、花水木ごっこをしに来るカップルも結構多いらしく、登れないんですかここはとか言って聞かれますけど、登れないんですね。ここは登れないんですね、はい、でもそばまでは行ける。そばまでは全然行けます。北海道にある東仏岬灯台、はい、冬はきついかもしれませんが夏に行かれるといいんじゃないんでしょうか。なるほど。他にも何かありますか。いっそのこと北海道冬に行かれるんでしたら納沙布岬。納沙布岬、はい、日本の最東端、一番東側だから一番最初に夜明けが来る、まあ、あの北方領土が見れるっていう。でうまくいけばラッコも見れるっていう。ラッコもいるんです。ラッコもいるんです。日本最東端の灯台、他にもおすすめの灯台ってありますか。長崎の五島列島なんですけど、大瀬崎灯台っていうこの灯台です。あ、これすごい断崖絶壁に本当に立ってるんですね、はい、映画の悪人ってご存知ですか。見ました、はい、あれの最後のラストシーンのカットに使われた灯台なんですけれど、あの妻夫木さんと深津絵里さんが最後朝日を見る、はい、あそこの感動的なシーンの映画、それに使われた灯台なんですね。です大瀬崎灯台、大瀬崎灯台、これでもすごいところに立ってるんですね。はい、これをずっとこの上の方からずっと降りてくるんですけれど、ずっと断崖絶壁ですもんね、はい、はあ、え、これ行けるんですか、そばまで。行けます行けます。遊歩道になってます。ちゃんと本当にすごいところに立ってるんですね。ここ行った方がいい。日本で一番最後に夕日が沈むっていうところですから感動しますよ。綺麗ですよ。映画にも使われてるんですもんね。ぜひぜひ。なるほど。他にも何かありますか。ここ行ってみますか。変名崎灯台。変名崎灯台っていうのはどこにあるんですか。宮古島にあるんです。宮古島、はい、台風がすぐ来るので、うん、地下に電線ケーブルを埋めてるんでスコーンと見れるんですね。一日中いても飽きないかもしれません。灯台の上にも登れるんですけれど、上から見た風景ってすっげー綺麗ですよ。あ、ここは灯台にも登れるんですか。登れます。変名崎灯台。変名崎灯台、宮古島にある。これは宮古島って行かれたことありますか。いや、ないです。いや、行った方がいいですよ。あ、本当にいろんなところに灯台があるんですね、はい、なるほど。
霞ヶ関の海上保安庁に到着だ。新一、灯台の管理運用をしているのは海上保安庁だ。お前が行くことは伝えてあるからな。ちょっと行って灯台について詳しい話を聞いてこい。え、僕一人で行くんですか？そうだ。あ、新一さんですか？そうです。はじめまして、海上保安庁交通部企画課の猪瀬隆之です。はじめまして。あの、灯台についていろいろと教えていただきたくて。もちろんいいですよ。あの、猪瀬さん、灯台の管理運用っていうのは海上保安庁がされてるんですね。はい、そうです。具体的にはどういうことをされてるんですか？灯台が正しく航海者に確認することができるように、メンテをやったりとか、あと灯台の明かりが消えたり、そういった時には航海者に影響を及ぼしますので、それを復旧しに行ったりとかですね、その消灯があったことをですね、一般船舶の方にですね、周知したりとか、そういったことをやっています。その船舶の方っていうのは、その例えば船の航海をされたりとか、漁師さんとか、そういう船に乗られる方にとって灯台っていうのは本当に大切な存在なんですよね。そうなんです。灯台はですね、長い航海を終えて陸地に船舶が近づいてきますと、まずは沿岸にある大型の灯台が見えてくるんですね。光が、まずは大型の灯台の光、はいはい、犬吠埼とか野島崎とかですね、はい、でこういった灯台の明かりが2つ以上のいわゆる灯台が同時に見えれば、船舶はそれぞれの方角を測って、それを変えずに記入して位置を確認することができるんですね。その大きな灯台2つの位置と今いる船の位置をこう角度で測って、今自分たちがどの辺にいるのかっていうのを、そうですね、2つ以上ですね、2つ以上こう測って、それがあのポイントを落とすことによって自分の船の位置がですね、正確に把握することができると。一つじゃできないわけですね。一つだとですね、なかなか難しいといったところなんですけれども、でだんだんですね、ここの船が陸地に近づいてきますと、これまでにですね、見えていなかった灯台の光がポツリポツリとですね、見え始めてくるんです。まあ、それはですね、実は港の入り口の示すですね、灯台の明かりなんですけれども、まあ、こうしてですね、船舶は自分の目的地に着くまでに複数の灯台を目印にして、それを黙認しながら実線の位置を確認して効率的にですね、走ってるんですね。じゃあまずは大きい灯台が2つ見えて、そこから徐々にそれよりも小さい灯台の光が見え始めてくる。そうですね、いろいろな灯台の明かりを見ながらですね、それを目印にして船は走っているといったところなんですね。でもその光だけを見てどの灯台って分かるものなんですかね？そうなんですよ。灯台にはですね、その光、それから昼間も役に立っていますので、色含めてですね、特有の個性を持っているんです、実は。まあ、それでこの灯台なんだとかですね、海図と照らし合わせながら航海者はですね、判断しているといったところですね。光っていうのは、はい、どれぐらい先の距離まで見えるものなんですか？まあ、それはですね、それこそところどころのですね、灯台によって光が届く範囲が異なるんでですね、うん、まあ、一概には言えないんですけれども、うん、一番ですね、日本で遠くまで届く灯台としましては、高知県のですね、室戸市にあります室戸岬灯台という灯台なんですけど、室戸岬灯台、はい、約ですね 26.5 海里、まあ、海里っていうとあれなんですけども、距離で表すとですね、約49キロまで光を届けることができるんですね。え、光をですよね、はい、49キロってなるとマラソン1回分ぐらいは通ってるってことですよね。そうですね。それはものすごい強力な光なんですかね？そういったあの沿岸にある灯台は遠くまで明かりをですね、届かせるものが多いですね。そこから例えば近づいていくと強い光が、例えば眩しいみたいだったりすることってないんですかね？双眼鏡とかでその光とかを見ない限りはですね、あの、まあ、普通船から見ても、あ、光ってるなぐらいしかあの分からないんですよね。そういうで光自体は近くなればなるほど船よりも高いところを行ってるんで、そっか、灯台は高い位置から高い位置を照らしてる、あの遠くへ照らしてるんでですね、近づけば近づくほどその標高差っていうんですか、明かりと船と この高さの違いで灯台の下にいるから眩しさを感じるっていうのはないですよね。そっか、近づけば近づくほど光が上を通ってるからそんなに眩しいってことはない。そうですね、あの標高差があればですね、それによっても変わってくるっていう、はい、なるほど。あの、猪瀬さん、はい、観音崎灯台が日本で最初の洋式灯台になるんですよね？
そうですね、今から140年ほど前なんですが、アメリカ、イギリス、フランス、オランダの4カ国と結んだですね、江戸条約を機にですね、西洋式の灯台が日本で建造されるようになったんですね。まあ、その時にフランス人であるベルニーっていう外国人技師によってですね、神奈川県の三浦半島にあります観音崎灯台が建設されたというふうに聞いています。観音崎灯台っていうのは今でもあるんですか？観音崎灯台はですね、今でもあります。ちなみに今の観音崎灯台は大正14年に完成した3代目のものになります。で、実は観音崎灯台が着工したのが明治元年の11月1日ということで、灯台記念日としてですね、11月1日をですね、海上保安庁の職員とかも含めてですね、イベントをしているっていう形ですね。11月1日は灯台記念日なんですか？はい、そうなんですよ。そんな日があるんですね。はい、具体的にはどんなことされるんですか？必ずしも11月1日というわけではないんですけれども、例えばですね、10月30日の日曜日、千葉県の野島崎灯台の特別公開がやるようなことで、海上保安官のミニ制服を着用してですね、記念撮影ができたりとか、海上保安庁の各種リーフレット等をですね、配布して海上保安業務の紹介などをやったりとかですね、あと写真パネルとかを貼ってですね、航路標識との展示とかですね、そういったものをやるような形で聞いてますね。野島崎灯台、はい、そこは灯台にも登れるんですか？灯台にも登れます。なるほど。なんで日本のその灯台っていうのは海上保安庁が管理するだけでも5400基あるんですけれども、その中にはですね、歴史的価値の高いものがたくさんあって、特に観音崎灯台のようにですね、沿岸に設置された大型の灯台はそういった意味では魅力があるものばかりなんですね。で、石造りのものとかレンガ造り、それから鉄造りのものとかですね、歴史を感じさせるものばかりなんです。灯台によってもやっぱりレンガ造りだったり鉄だったり違ってくるんですね。そうなんですよ。例えばですね、三重県の菅島灯台という灯台があるんですよ。そこはレンガ造りの灯台なんです。それは何かレンガで作る理由みたいなものもあるんですか？同じ三重県にある伊勢志摩地方に良いレンガの土とレンガ職人がいたこともあって、菅島にレンガの灯台が作られたと言われています。ちなみにレンガは運びやすいこともあって、菅島の船着き場から灯台まで菅島の子供たちもレンガを運んだと聞いています。なるほど。So low down.
ヒートの不思議なガレージ。ガレージに到着だ。カオルくん戻ったよ。おかえりなさい。新一さん、ちゃんと下見できました？情報収集は完璧です。いつでも行けますよ。まだ怒ってますよ、ボッコさん。呼んでも全然奥から出てきませんから。じゃあみんなでどんちゃん騒ぎして誘い出すか。博士。ああ今のはなしだな。元はといえば新一さんが悪いんですよ。え、僕が？そうですよ、はっきりしないから。中華街の話の時だってそうです。あんな風にされたら女の子からするとこの先どうしたらいいのか困っちゃいますよ。すいません。いや、私に謝られても。いいことを言うなあ、カオル君は。新一、今のお前は明かりの消えた灯台みたいなもんだ。夜の闇に姿を隠してな。明かりの消えた灯台。そうだ、そろそろ覚悟を決めてビシッと明かりを灯せ。俺はここだ、ここに来いって女心を誘ってやれ。N 博士の言う通りですよ。そんな灯台のような男になったら元子ちゃんもお前のところに来るさ。え？昔から言うだろう、灯台元子暮らしってな。博士。え？そんな最悪なダジャレで事態をまた振り出しに戻さないでください。ああごめん、思いついちゃったから。ついな。あ、あの音は。ボッコさん、今の話聞こえてたな。あいつの聴覚は人間の3万倍だからな。今度何壊したんだろう。博士。博士。ここで番組からプレゼントのお知らせです。現在ピートの不思議なガレージでは、猫のピートがデザインされた番組特製の寝袋を毎週抽選で2名の方にプレゼントしています。番組ホームページからメッセージを添えてご応募ください。